たいと思います、はい、東京オリンピックでもね非常に大活躍ということで今一番女子バスケット界で注目されている選手なんじゃないでしょうかね、はい、はい、東京オリンピックベスト5にも選ばれました。今日のゲームはですね彼女のスピードそしてゲームコントロールさらには BT テーブスヘッドコーチがやはり1対1のところをねもっともっと仕掛けて点数を取ってほしいというふうに期待も込められていますのでその辺を注目して見ていけたらなと思いますね。町田選手を見たいと言って会場に来られる方もね、うん、いらっしゃるでしょうね。いやすごく多いんじゃないですかね、はい、ルイちゃんコールが待ってるかもしれませんね、はい、というと中川さん、はい、富士通は東京オリンピック経験者が本当に多いですねいや多いんですよねやっぱり物事キャリアがある選手たちが比率多くいくのかなというのは見て感じ取れましたね。それはどうですかね新加入選手が入ってまた新しく構築している途中という部分も篠崎逆サイド空いていますがよくボールが回りますね。ここもショットクロス町田町田前が来ました、はい、会場が来ましたね今ねダブルリーグの開幕会見、はい、パスを回していきます。町田からを越えナイスパス町田からこの越えナイスリフェンスですよよく対応してます羽田さあ町田からを越え最後決め切りました。ここはファールになってバスケットカウントはい声モニカバスケットカウント町田うんいや落ち着いてますね。得点にもねやっぱり積極的に自分でいきますよね。そうですね。そして得点にも絡んでいきたいと話していましたこのアシスト王のビディ・テーブスヘッドコーチが富士通レッドウェーブを率います。さあ町田からナイスパスですよ町田選手内野のシュート綺麗ですね内野選手のスリーオコエのスリー入れ替えしましたね落ち着いてますね主軸になる選手ではありますね、はい、拓殖大学から東京羽田に進んできました小笠原即戦力として活躍しています。はい、ナイスシュート小笠原選手ここでオコエのプレーなんかを見ていただいていますけれどもここまで富士通は第3クォーターいかがでしょう。そうですね。何かです。さあ町田がコントロールしています。富士通町田前が空いて自分でリングに向かっていきました。ワンステップで持っていきましたね。こういうところで、富士通がリード。町田選手のビッグプレーね。今日も出ましたね。いやー積極。お声に小笠原がマッチアップしています。町田町田またしても行きました。素晴らしい町田選手でバスケットカウントをもぎ取るこの世界の町田はい、うん、中川さんもおっしゃっていたように注目度も上がって、まあ、プレッシャーといいますかそういったものもあると思うんですよね。うん、いやあると思いますよ。それでもこの最初の試合リバウンドは富士通宮澤のスリー決めてきます。いやとね、宮澤選手は代表でも一緒にやってますんでチームが昨シーズンまで違いましたけれども、ね、東京羽田は昨シーズンからほとんどメンバー変わらず。いやー決まった。ここで町田はスリーポイント本当にたくさんの方が詰めかけて、くれた中での試合となりました。今終了のブザーが鳴りました。試合が終了して76対48、富士通レッドウェーブが勝利しています。第23回ダブルリーグいよいよ開幕しました。2021-22レギュラーシーズン本日お送りしてまいりましたのは大田区大会76対48。